これが、今日3回目、もう2度目、2回目のやつもトイレ行ってる間に30分し終わった。8時までしか多分できないので、あと1回か2回で、どんどん行っちゃいましょうね。これは、曲名がカットされてるね。なんだこれは。置き去りにした悲しみ。あいつとうまくやらなければ、なんか違うね。またあの悲しみを置き去りにしたまま。つかないので、あ、そうか、うん、置き去りにしたでちょっと喋ったろみようかな。俺はあの自分のこの歌とか写真とかいろんな動画とか書いた漫画とかネット上に、まあ潰れないであろうというネットサービス、大きいところで YouTube とか、あとはブログではアメーバブログ、漫画ではピクシブ、まあ、そういったところの
サービス会社は、まあ、多分潰れないであろうと。でも前ずっと前ヤフーのブログ突然サービス終了なんてなっちゃったから、あのヤフーですらブログやめちゃうんだなと思って。だからそういうところにうかつにボンボン上げておくと、そのサービス終了なんてなっちゃうとさ、回収がめんどくさいんじゃん。もう諦めちゃって、だから潰れないサイト、潰れないウェブサービスに上げておくんだけど、で、まあ、YouTube が今後潰れるってことはないと俺は信じてるので、こういうこれもたとえツイキャスがツイキャスでやってきながらツイキャスの終焉を思うのはちょっと不謹慎なんだけど、たとえツイキャスが潰れたとしても、ここでこうやって歌ってるのを丸ごと録画しちゃって YouTube に転載しとけば、 YouTube これのツイキャスがなくなってもこの動画は YouTube に上がってるというふうにしてるんだけど、もう数百本上がってるんだけど、で YouTube が潰れることはまずないだろうというようなことで、とにかくなんか自分の歌ったり喋ったりそういう記録を、昔はラジカセにどんどん撮ってたんだけど、そういうものも再生する機会がなくなってきたり、マシンがね、今ウェブ上に上げておけるので、機械がなくなっても新しいモバイル買えばまた見れるしみたいということで、そこで安心感がある。いつでも自分の過去を振り返れる、そういう記録するのがとにかく俺好きなんだけど、今日ちょっと思っちゃったんだけどさ、それを自分で懐かしいんだよ。あ、何年前こんな漫画描いてたな、こんなことを喋ったり歌ったりしたのが YouTube にあるなって、ま、時々懐かしいもんだけど、俺71だから最近ほらそこら辺の年代の人と次々に死んでいくので俺もさ、自分の数年後なんていうのがあるかないか分かんない。世の中やばいし、俺より若い人が死んでいくんだからさ、俺がこの自分の動画を懐かしむ時が果たして来るんだろうかみたいな。そして俺が死んだ後に著名人でもない俺が俺の動画を見る人なんて、まず今だって見る人いないんだろうし、で 俺自身も死んじゃったら見れないんだから、記録することにあんまり時間を割くのをやめようと思ったわけ。もうだから今現在、今を楽しむ、今歌って今喋る、でそれをどんどん上げちゃうと上げたことを後で記録として残して自分で解雇する、懐かしむっていうことをもうあまり考えない。その記録作業に時間を取らないってことっていうことを思ったので、一番その簡単なのはツイキャスでこうやって自由に喋って、そうすると文章を書くブログやなんかよりも楽だから思ったことを、まああんまりやばい発言はできないんだけど、適当に気をつけながら言いたいこと言っちゃってペラペラ喋っちゃって、で歌歌っちゃって、間違えようがなんだろうがとにかく喋って歌って、これをどん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 30分ごとにYouTube に上げとけば、その作業は楽だし、記録作業っていうのは楽だし、そしてそれをもう一回再生することは俺はないかもしれないけどとりあえず聞こうと思えば聞ける、見れる。でもその後で自分を懐かしむということよりも、今現在を楽しむっていうところに時間を費やした方がより有効だなと。明日の俺はいないかもしれない、3年後の俺はいないかもしれないなってことを考えたら、もう 今を楽しむしかないなと思ったわけよ。ということで、だからツイキャスだなと、まあ、YouTube ライブでもいいんだけど、 YouTube ライブってちょっとまだね、あ、そう、 YouTube ライブに資格いるんだよフォロワーが何人以上だからYouTube は誰でもライブできるわけじゃないんだよ。ツイキャスは誰でもライブできるけど、 YouTube のライブ配信には資格がいるので、俺はその資格取れない。まだ、フォロワーが、チャンネル登録者がそんな言ってないのでやりたくてもやれない。じゃあ次は、なんだ、金曜日の朝、
とろりとろとろ目が覚める。とろりとろとろ目が覚める。とろりとろとろ目が覚める。霧も晴れてた赤い屋根、チェックのカーテン越しにチェックの日差しが僕の足をくすぐる。だけど今でも気にかかる。君は突然出て行った。旅で見つけた運動靴、履き慣れたあの白い靴突っかけて消えたまま。背中丸めて歩くたび僕がうろつくこの街はなぜかパリに似ている。優しい女のため息なんか聞きたい。だけど今でも気にかかる。君は背た肩にかけかかとつぶした運動靴、夏を歩いた白い靴、恋と一緒に消えたまま。洗いざらしのルーズイン、残ったお金があと少し、気にするほどの悪いこと、ちょっと待って、気にするほどの悪いこと。ないなら土曜日バラでも買って帰ろう。だけど今でも気にかかる。君と映画を見た帰り、小雨に濡れた運動靴、赤いドアに脱ぎ捨てた。いつの間にやら消えたまま。あれ違うわ。いつの間にやら消えたまま。消えたままっていうところがかっこいいのに、そこ忘れてたよ。14分か。あんまり年とか余生とか残りの命とか言いたくないんだけど、なんかさ、やっぱり年取ると周りの近い年代の人が次々に芸能人とかがね死んでいくからさ、どうも気になっちゃうんだよな。渡辺徹、志垣太郎、アントニオ猪木。ビートルズが教えてくれた。Thank you.
ばしてボロン切ることは簡単だ。うじうじと吹きだまりの背中で腕を組み、さっきコード間違えてたから髪とひげを伸ばしてボロを切ることは簡単だ。うじうじと吹きだまりのスナックで腕を組みながら考え深そうな顔をするのも楽にできる。日陰ばかりを好んでいてはいじけてしまうんだぜ。もっと陽気であっていいんじゃないか。もっと陽気でもいいんじゃないか。勲章を与えてくれるなら女王陛下からもらってしまおう。女王陛下はいい女だから付き合ってみたいと思う。それも自由だとは教えてくれた。くれるものはもらってしまえ。欲しいものはものにしたい。その代わり捨てるのも勝手さ。もらうも捨てるも勝手さ。教えてくれた。ビートルズが教えてくれた。ビートルズが。人が幸せになるのを批判する権利は誰にもない。みんな幸せになっていいんだ。人に迷惑さえかけなければね。ビートルズが教えてくれた。虫がそろそろ出てきたビートルズが。この笑い虫っていうのは本当困ったもんね。青い夏。
がさゆらゆら、すらりとの、ちょっと高いかな。さゆらゆらすらりと伸びた長い足、青い夏が駆けてゆく。僕は昼寝を口実に、泳げないの幸いに、女の子ってやっぱりいいな。裸の子ジャブジャブ、おちんちんさえ可愛くて、青い夏がはしゃいでる。君は夏みかん剥きながら、早く子供が欲しいな、わざと言ってため息一つ、裏盆へチラチラ、道路を流し水あかり、青い夏に祈りあり。いつか滅びるこの海が、肌をじりじり焦がすので、今夜きっと寝つかれぬでしょう。時造詩。雨も降り飽きて、風も止んだようだね。つい今しがたまで、どんちゃん騒いでた街が、ひっそりかんと膝を正してさ、静かだね、静かだね、夢でも食べながら、もう少し起きてようよ、君も少しはお酒を飲んだらいいさ。覚えたての歌を歌ってほしい夜だ。スプーンもお皿も耳を澄ましてさ、愛いね、愛いね、泣き出しそうな声で、もう少し行きますか。飛ばされて月がぽっかり独り言、こんな空は昔お気に入りの魔法使いのものだったよと。
悲しい顔してさ、君の絵本を閉じてしまおう。もう少し幸せに幸せになろうよ。26分だからもう歌は歌えないと。何曲やった ?1、2、3、4、5、まあ、5曲やるとちょうどいいのか。置き去りにした悲しみは、金曜日の朝、ビートルズが教えてくれた青い夏、おとぎ草子と。なかなかいいね何がいいんだ。あと1回30分でいけるかな。8時過ぎちゃうからここら辺でやめとくのがいいかな。なんか笑い虫が出ると収集つかなくなっちゃうしもうちょっとっていうところでやめとくのはいいかもしれないね。ちょっと気がつくの遅かったんで、ツイキャスをやろうって。そうだツイキャスに行こう、京都、そうだ京都行こうみたいに、そうだツイキャス、これから俺にはツイキャスの時代が来たみたいな急に開眼しちゃったんで、それ開眼したのが午後、ま、だいぶ回ってからなんで、始めたの遅かったんでこの時間になっちゃったけど、もう少し早めの時間にこれから ツイキャス中心に行こう。あんまり再生回数になんかうつつ抜かすのはやめてだって何百回聞かれたってさ、いいね何回もらえたとしてもそれが何になるっつってトカトントンでさ、要は自分が楽しめるかどうかっていうところで、あんまり早く歌ってさ、なんかちょっと物足りないなみたいな、もっとゆったりフルコーラス歌える、ああ楽しかったっていうのが自分にとっての喜びで、ワンコーラス早めに歌って300回500回聞かれたからそれがなんだみたいな、別にそれでこう賞金もらえるわけでも何でもないし、何を喜びとするかだよな。人に求められるっていうことによって、自分がそれを楽しめるかどうかっていうことを中心に考えればさ、まあそういうことはみんなも覚えてるんだけど、要するに自己満足ってやつね。自己満足をどこで折り合うかで、自分の満足を何を喜びとするか、だんだん俺の中でその死とか自分の余命とかを考えると、そうだ、なんかあまり人の意見とか人の評価とか気にしてる場合じゃねえなと。でこう思い出作りとかそんなのことを考えてる場合、今だと、もう今自分がどう楽しめるかってことに一番ポイントを絞って、将来への思い出を今のところいっぱい貯めておくんだとか、何年後の自分を懐かしむためとか、再生回数が何回とか、そういうのは全部なく、今このひととき、この時に歌を歌って、ああ楽しいなと思える、この時を大事にしたら明日死んでもいいというぐらいの、まあ、大げさに言えば今が全てだよ、今が全てさっていう感じでそういうなんか悟り悟っちゃったよってなことで、ここで終わりましょうまた明日お会いしましょう。 See you next なんだ